12レース3号艇の湯川浩司選手です。よろしくお願いします。お願いします。小島は昨年6月のグラチャンで誘致されて以来ということになりました。今回は2連対率が 31% のエンジンなんですが、全権の感触はいかがでしたか？まあ、31% よりはよく感じました。はい、はい、この全権の特訓は何か調整をされてから行かれたんですか？ちょっとだけプロペラちょっとだけ触りました。はい、はい、今回は全体的に低調機が多いんですけれども、はいはい、この班の中ではどうですか、比較で。スミヤさんが良さそうに見えましたけどね。はいはい、やっぱり一人だけ数字のあるエンジンを引かれたスミヤ選手がちょっと良さそうかな。そうですね。はい、あとは変わらないかなと。そうですね。はい、ここからの調整なんですけれども、これはもらった状態からまだ微調整の段階ですか？はい、微調整で、はい、はい、ではそんなに大きくガラッと叩き替えるというよりも細かな調整しながら、はいはい、この数字なりにちょこちょこだと、はいはい、小島のイメージは井川選手どうですか？そうですね、なんかあまりなんか走る機会が少ないんで、はい、ちょっと水面に慣れながら、はい、しっかりやりたいと思います。はい、走る機会が少ないながら結果は残しておられる水面なので、はい、今節もしっかりと見せていただきたいと思います。はい、一節間にかける意気込みをお願いします。はい、いそいそ集中して頑張ります。応援のお願いします。